さて、吉友さん、はい、とある車に昨日試乗して、今日スイフトの MT 車に乗ってみたいと思います。いやー、ものすごい楽しみにしてきました。吉友さんがどうしてもマニュアル乗りたいっていうんでご用意しました。はい、おー、嬉しい。このスイフト MT って新型になって、まあ、唯一残ったマニュアルなんですけれども、うん、まあ、MX グレードにね、設定されてるんですけれども、はい、まあ、価格でいくと約190万ちょっとぐらい。いやー、良心的な価格だなって思うじゃないですか。はい、でも記憶を思い返せばですね、仙台スイフトにあったスイフトスポーツ、うん、あれも登場当初は約190万円ぐらいだったんですよ。おー、そうだったのか。マニュアル車でね。ということで、あれあれスイフトスポーツ持ってきちゃいました。おお、なんかこれ2台並んでて、はい、んってちょっと思っちゃったの。そう、んあれ、この色、あれあったっけ、新型って思ったの。そうなんです。よく見たらさ、ああと思って。そう、これ新型じゃないですかね。こっち新型じゃないですから ね。新型じゃないって言っても、スイフトスポーツは継続販売されておりまして、ちょっと前の改良で若干値段が上がったんですね。リアにセンサーつけたりとかでですね。ということで、この2台の価格差20万円なんですよ。そうなんだ。悩ましくないですか。そうだね。ということで、藤友さんにはパッと2台乗ってもらってですね、スイフト MT 買ったらいいのか、スイフトスポーツの MT 買ったらいいのか、ちょっと判断してもらいたいなと思います。ワクワク。さて、はい、待望のスイフト MT 乗ってみたいと思います。はい、じゃあまずエンジンかけますよ。はい、かけましょう。はい、クラッチ踏んで、あ、クラッチ軽いね。軽い。すごいストレスなく走れそうなタイプの。あ、なるほど。特にエンジンは主張することはないですが、そうですね、スムーズにかかりましたね。はい、MX グレード、うん、中間グレードですんで、うん、この間乗ったね、CVT の MZ グレードとは多少装備差はあります。例えばホイールのデザインが違うとかね、タイヤサイズは一緒なんですけど、コネクトナビがつかないとかね。これコネクトナビじゃないんです、多分。あ、そうなんだ。ディスプレイオーディオってこと。そうですね。でもスマホとつなげば地図とか、ほらほら、アップルカープレイを利用する場合はって書いてあったよ。ということです。なので別にその辺は気にしなくてもいいんじゃないかなと。うん、細かいこと言うと、マニュアル車の、うん、はアームレストがなくなるんです。あ、多分ね、当然操作するとき邪魔だから、ね。あ、邪魔だよね。そういうことですね。あ、でもこれナビ映ってるってことは、これナビも入れられるってことか。うん、そういうことですね。ちなみにこれさ、パワーユニットはハイブリッド、マイルドハイブリッドなんでしょう。そうです、 1.2 リッターの CVT と同じ、エンジンのマイルドハイブリッドですんで、うん、マイルドハイブリッドのマニュアルっていうのは鈴木国内初であるということでございます。そういう時代になりましたね。発信が大事かなという気がします。あ、そうだね。はい、じゃあギア入れます。はい、あ、でも結構気持ちいいね。すごい、そんなになん手応えありすぎるわけでもなく、でもちゃんとなんか入る感じがあって、うん、ドキドキ。初めてさ乗る、これあっちじゃないですか、こっちです、ごめんなさいね。もうね、惑わされたよ。すみません、早朝なんでボケボケなんですよ。すみません、なかなかのハードスケジュールでしたね。そう、そして今日もロケみたいな ね。でもまあ皆さんにいろんな車をお届けしたいし、何より私このマニュアル乗りたかったんだよね。そうなんですよ。今乗ってるのは新型のスイフトのマニュアルですけど、うんうん、とにかくスイフトスポーツがやたらいる。いるよね。この駐車場にあと3台はいましたよ。まあちょっとね、静岡っていう地の利もあるのかもしれないんですけど。あ、まあそうだよね、鈴木といえば ね静岡県ね。そう、いやー、でもさ、5ナンバーの車いいね、やっぱりストレスないですね。ね、今駐車場結構対向車がさ来る、ぐるぐる自走式で走るやつだったんだけど、嫌なやつですよね。結構小回り利くし、スイスイ走るしね、なんか走らせやすい。なんだろうな、こうちょっとハンドルを切り込んでった時に、うん、スッと車がちゃんとね、適度な手応えとともに反応してくれるのよ。はい、なるほど。やっぱちゃんと日本のお客さん見て作られた車だなっていう感じするね。今クラッチペダル、うん、微妙な操作ずっとしてきたと思いますけど、うん、どうですか、ペダル感は。なんかね、踏むときはスッてくる。スッ、スコですか。スコ、うーん、スコまでいかない、ちょっとスコって感じ。若干スコ感がある。そう、若干まあこう踏み下ろす感じはあるけど、うん、でもなんか程よい感じだね。なるほど。そう、ステアリングがウレタン。そうなんです。そう、ね、ステアリングもね、ウレタンになっちゃうんですよね。ウレタンなんだね。そう、この辺がちょっとスイスポだとどうかな。
まあ、でもこの握った感じのこのステアリングのあんま太すぎずいいね。でもここがなんかちょっとだけ盛り上がっててさ、ちょっと親指をこう添えるような形になってて、結構通好みのこう手の添え感っていうのかな。もうちょっとウレタンだからね、若干手がカサカサしてると滑るよね。滑るかもしれない、ね、今日雨降ってんだけど、雨女雨男のね真骨頂が出てる感じがしますよね。しますが、うん、雨がフロントガラスに打ち付けてるんだけど、はい、当たる音は多少は割と聞こえてくるね。割と聞こえるね、うん、すごい高い音じゃないんだけど、うん、ただねロードノイズは、うん、今すっごい荒れてる場所を走ってるんだけど、はい、まあ、路面の変化は感じるレベルで聞こえるんだけど、うん、嫌な感じのゴロゴロ感っていうのは感じにくいないよね、うん、いやそれはやっぱ最初に乗ったスイフトの時の印象と変わらないよね。そうですね、モーターもウィンウィン言わないですしね。そうだよ、ね、今信号待ちでワイパーだけ動いてんだけど、実は僕ここに来るまでスーパーキャリーも乗ってきたんですよ。そうだよね見た。いや私さ、なんか藤友さんみたいな、そうそう、マニュアル車乗りましょうとか言ったから、うん、うん、はいって言ったら、え、うん、今日これみたいな。違うんです。まあやっぱりね、ワイパーはウィン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 言ってました。まあ軽装車だしね、モーター音が。そう、あとガラスももしかしたらあるかもしれない、ね、違うかもしれないね、うん、まあ、スズキって軽自動車すごくたくさん作ってるブランドだけど、はい、やっぱりこの彼らにとってのこのスイフトっていうのはやっぱり世界戦略車であり、いやそうですよ、欧州とかでも売ってるじゃない。売ってますよ、売ってますよ、ね、だから結構幅広い人たちにね買ってもらわなきゃいけないんだよね。そうなんですよね。あでもブレーキもあれだね、そこまでこうペダルの踏み応えは極端に与えることなく、うんうんうん、日常の中ですっと踏みやすい、うん、比較的軽めの。なるほど。今回のスイフトってやっぱ軽快さがあれじゃないですか、ポイントじゃないですか、うん、そうだね。あその辺全部調律取ってる感じはしますよね。さっきのクラッチペダルの話もそうですけど、うんうん、そうね、調律っていう感じはする。なんか全体がすごくうまく調和してて、うん、なんかそこはバランスはいいですよね。こう駆け出す時とかさ、うん、はい、信号待ちの時はエンジンが停止するんだけど、うんうん、そこからクラッチを踏んで行こうってするとエンジンがまたさりげなくかかるのよ。すごく自然にいつの間にかこうかかってるみたいな。そうですね。だ一昔前のアイドリングストップってさ、なんかこうスイッチを解除しちゃう人っていた時代もあったと思うんだけど、まあ、ちょっとうるさいしね。そう、いちいちかかったり落ちたりかかったりする音がうざったいっていう人いましたからね。そう、ね、今はエンジンがかかっ出ますね。かかってるだけですね。これは前輪駆動だからね、ニュートラルに入れてクラッチを離すとエンジンがストップします。します、まあ、マニュアル車のアイドリングストップってこういう感じだよね。まあそうですね、一般的ですよね、うん、まあ、でも静かだねやっぱね。結構ガラス、これいいガラス使ってそうな感じする。うん、あ、フヤオだ。ガラス、フヤオってあれですよね、中国のメーカーですよね。あ、そうなんだ。そうなんですよ、詳しいですね。そう、ちょっとね、さすがに編集長詳しいぶりやめてください。もうそれ、もうアンチのコメントがいっぱいやってくるんですから。ちなみにスーパーキャリーはドライバー誌でやるの。やるんです。スーパーキャリー、すごい見たい。スーパーキャリーの X リミテッドだったかな、うん、特別仕様車があって、うん、ステッカーがいっぱい貼ってあったじゃないですか。あ、貼ってあった、貼ってあった。あれね、ちょっとかっこいい感じになってるでしょ、うん、なんかすっごい男臭いデザインだなと思って、うんうん、聞いたら、うん、若い女性の方がデザインされたんですって、うん、オートサロンの時言ってた。そう、展示されてたよね。そう、インタビューさせていただくことです。あ、そうなんだ。そうなんですよ、ちょっとドライバー誌読む。いやでもこうやって話しながらでも本当スイスイ走らせやすいな、うん、実に快適、そして優しい。エコピアだったね。そういうコピアですよね。18555?16 だっけな。そうですね、うん、このエコピアはさ、比較的転がり抵抗を意識した、うん、そうですね、環境性能の意識したタイヤじゃない。うんうん、でもなんかすごいね、この走りのバランスにはなんかすごく合ってる気がする。いや、ぴったりですよね。そう、うん、なんかすごいハイグリップってことはもちろんないし、うん、燃費はある程度考慮してるわけなんだけど、なんかロードスターにスニーカー履くみたいなね。そんな感じだね。身軽であって、当然質量も軽くて、うん、痩せるとやっぱ体の動きいいじゃないですか。そうだね、あ、分かるよ。そうだよね、あ、体軽くなったってやっぱ思いますもん。思うよね。今絶賛重いですけどね、うん。いや私もね、結構レースシーズン中は、うん、結構もうちょっと走ったりしながら調整してるわけ、はい、3キロぐらい太ると、うん、
富士の 100R とか走ってるとなんかね、うん、持ってかれる感じする自分の体がちょっと重たいなと思うですね。重たい。だからね、やっぱ車の質量すごい慣性の法則で考えると、やっぱりカーブとかさ、うん、あとやっぱこういうね、荒れたところとか走るときに、はい、受ける影響がやっぱり大きくなるよね。いやそうですよね、やっぱりね。電動化を進める上でも最小限のそのモーターとバッテリー、うん、でそれをうまく活かしつつ燃料を節約するっていう考え方は、うん、車を身軽に走れるし走りも楽しいし、うん、いいよね。いや大事ですよ。いやよくマニュアル残したと思いますよ僕。いや本当だよ、これ本当に日本のマニュアル比率ってさ、そう本当数パーセントでしょ。数パーセントですからね。ね、マニュアルじゃなきゃっていう人からすれば、うん、あよく出してくれたなって思うし、うん、やっぱり鈴木はお客さんの日常ね、しっかり見て車作ってるし、そうですね、なんかブレないよね。ブレないです ね。さあ高速道路です。バッテリーからアシストがあったんだけど、はい、料金所の再加速からね、はい、要はトルクがあるような感じなわけ、うん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 、低速のだからなんかすごい車の動きは扱いやすかった、うん、あそうですか。いやマニュアル車ってね、こう回転が美味しいところにないと、うん、ギアがそこにさ合ってないとさ、うん、なんかこううんうんってなるじゃん、もたついちゃったりする時があるんだけど、うんうんうん、なんかそういうのがない、ね、ああなるほどね、うん、こう駆け出す時にモーターのアシストがあることで、うん、トルクが上乗せされるっていうのかな。すごいなんかでも軽々走ってる感じします、ね、そうだよね、うん、普通にスーって車速登ってった合流、うん、スムーズ身軽な感じするな、ね、よし追い越し車線いっちゃう。いいじゃん、なんかエンジン回ってるって感じするね。回ってる感じするね。5速ですね。5速です。5速ですね。5速です。ちっちゃい車ってこういう場所走った時の安定性どうかなと思うけど、うん、結構安定してるね。安定してますか。うん、ビシーっていう感じでもないんだけど、うんうん、でもなんかね、ハンドル自体はこう余計な操作することなく安定して走ってるなっていう感じがある。あ、そしてアクセル緩めると減速したエネルギーをこれ回生回収してます、ね、回収してるんだね。あのエアコンのそういうトグルスイッチ上下にね、この操作する感じとかもさ、これシンプルだけどすごい分かりやすくていいね。分かりやすいですよ ね。モニターなんかもさ、ドライバーの方にちょっと角度を、ねこうね、傾けつけてて、私の方からも見やすいし、うん、ダッシュボード周りも立体的で、うん、なんか樹脂使ってるけど陰影を持って、そうですよね、この辺とか特にそうですよね。そういう質感の出し方とかもうまいよね、うんうん、コストをかけすぎず、高質なんだけど見栄えは悪くないよね。加速いきます。あ、今5速のまま加速したんだけど、うん、結構スムーズだね、このエンジン。結構粘るね、ポテンシャルあるね。さすがにこの領域になると、うん、あのモーターのアシストは今入ってないんだけど、エンジンだけでもこんなに結構気持ちいいね。気持ちいいね。ね、やっぱ車体が軽いっていうのはやっぱあるんだろうな。あるね。あとやっぱスズキのハイブリッド、まあ、他のエンジン車もそうなんだけど、うん、単純に環境性能を求めるだけじゃなくて、うん、結構走って楽しい車があるんだよね、うんうんうん、何気に。今回のエンジンって先代の4気筒エンジンよりもスペック落ちてるんですよね、うん、最高でいくと。あ、そうだよね。でもトルクカーブとかは、うん、この日常域から全部先代より上がってるんですね、うん、だからちょっと車重は全体より重くなってるんですけど、うん、その分は十分カバーしてあるということを鈴木の方はおっしゃってましたね、うん、じゃあちょっとシフトダウンして、うん、ウィーンとエンジン音を聞かせていただきますか。聞かせちゃおうか、はい、じゃあシフトダウン、もう一個落とそうか、3速から。加速していくよね。あ、結構今これ6000がレッドゾーンのあれなんだけど、はい、ギリギリのところまで回ってくね。ああそうなんですね、うん、ああいいじゃない。 ACC も当然ついてますからね。そうだね、そう、やってみる。そういえばやってみましょう。あ、もうすぐ設定できた。で今走ってる車速がすぐ設定されるんだ。そうそうそうですね。へえ、前設定したやつとかっていうやつもありますよね。そうそう、あとデフォルトでね、うん、そのある程度のとこになるような車も中にはありますけどね、あったりするんだけど、うん、自分の車速が落ちずにそのまま ストレートになんか行けるっていうか、スムーズに
てるってことですね。いける、うん、でなおかつこれ車線維持機能ついてるね。で前の車との車間調整は4段階。ただマニュアル車なんで、うん、CVT 車みたいに全車速は当然できなくて、そうだね、低速域の時は当然ねクラッチ踏んでギア落としてあげないと、あエンストしたもんね。これそう、これ自体は自動でね、うん、変速できたら意味がないんでマニュアルの。そうだね、はい、その辺は、マニュアル車ならではの ACC の使い方がありますと、うん、マニュアルだからハイスペックなものが欲しいっていう人だけじゃない。そうだね、そう、うん、例えば通勤してる時にマニュアルで操作してると気持ちいいんだよねみたいな方もいらっしゃると思うんで、まあ、そういう人にはうってつけのマニュアルなんじゃないかなっていう。値段的にもね。そうだよね、良質なマニュアル車っていう感じはする。なるほど、うん、シフトフィールも含めて、うん、なんかこう何かを我慢して乗る車ではない。そして思いっきり強く主張してくる感じでもないですよね。そうそう、そこがいいんだよね。いいよね、気軽に向き合える気さくさ、うん、これはやっぱりいいところですね。ハイブリッドだから燃費しね。そうですよね、うん、というわけで次はスイフトのスポーツのマニュアル乗ってみたいと思います。思います。